まずはバレーボールです。いよいよ明日に迫ったワールドグランプリ決勝ラウンド、日本の超攻撃的な新戦術、その名称が今日発表されました。こういう名前にしました。ハイブリッドシックス、掛け合わせるとか混ぜ合わせるとか、いろんなポジションをやってもらおうかなということで、ハイブリッドシックス。この戦術を武器に決勝ラウンドを戦う全日本女子、お台場新大陸のステージで行われた開会式に参加し、対戦する5カ国の選手たちと互いの健闘を誓いました。さらに選手たちはバレエ教室にも参加。すると子どもたちから、今日28歳の誕生日を迎えた木村沙織に対して、明日からの決戦を前に子どもたちからパワーをもらいました。あの歓喜から2年、次なる目標はリオオリンピックでの世界一。そう、バレーボール革命で、それぞれの思い、それぞれの革命。木村沙織、キャプテンにして絶対エース。この日本の大黒柱はロンドンオリンピックを経て海を渡った。この2シーズン、トルコリーグでプレー、世界を肌で感じ、そしてある答えを導き出した。それこそ彼女が起こした自己革命。トルコで2年2シーズンこう経験させてもらって、本当に海外の選手はやっぱり、もともと持ってる筋力だったりこうパワーっていうのはもちろん違うと思うんですけど、そこはもう無理っていうふうに鼻からこう目を背けていたらやっぱり厳しいと思うので、そういう選手にどうやったら勝てるかっていうのをしっかり考えて、体力、筋力の部分でもしっかり自分でこう意識してやっていけるように。目指したのは筋力の増強、世界と渡り合えるパワーの獲得。それはまさしく肉体革命。己の体を鍛えに鍛え、新たな武器を身につけた。さあ、頂点への戦いが始まる。本当の革命はここからだ。リオのオリンピックまで本当にあと2年となったので、こうチームとしても個人としてもすごく結果が求められてくる時期になると思うので、やっぱりワールドグランプリから数字だったり結果っていうところにこだわって、みんなで頑張っていきたいと思います。中道からバックアタックきた。木村沙織のバックアタック。木村沙織28歳、自己革命を繰り返し彼女は進化し続ける。さて、どこまで行くか見守ることにしよう。筋力をつけようという木村選手なんですが、大山さんは木村選手の高校の先輩に当たりますよね、はい、どんな印象ですか？いや、正直驚きました。もう昔からトレーニングが大嫌いな選手だったんですよね。そうなんですか。なので筋力つけるって言った時はちょっとびっくりしましたね。その他にも木村選手の変化って何か感じたものありましたか？いや、もう木村選手がスパイクがすごいとかサーブがすごい、レシーブがすごいっていうのは皆さんもよくご存知だと思うんですけども、こう目立たない献身的なプレーがすごくいいなと感じています。例えば自分でレシーブをして崩れた後でも必ずバックアタックの助走に入って他のスパイカーを助けていたりとか、あとラリー中バタバタしている時にファーストタッチをゆっくり上げて他の選手がしっかり攻撃に入れるように間を作ってあげたりっていう、そういうプレーがとても素晴らしくなってきたなっていうのを感じています。さらに細かい部分での進化があるということですね。キャプテンとして精神面でもプレーの面でもチームを引っ張ろうというのが見えますね。さあ、そして開幕戦の相手はロシアに決まりましたが、大山さん、全日本女子の練習取材に行かれたんですよね。はい、木村選手に決勝ラウンドへの意気込みを聞いてきました。明日のロシア戦へ最終調整を行った全日本女子、試合会場の有明コロシアムでゲーム形式の練習などを行い汗を流しました。ハイブリッド6で世界一を狙う日本、キャプテン木村の思いとは。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。新戦術の一番のメリットってどこだと思いますか？
攻撃の枚数をできるだけ増やすことによって相手のブロッカーを絞らせないっていうところと、1人が点数をたくさん取るんではなくって、大体同じぐらいの平均でみんなが点数取れるように流れができるとすごくベストだなと思ってます。明日のロシア戦ですけど、注意すべき点はどんなところでしょうか？ブロックは高いと思うんですけど、こう絶対に間が空いたりだとか、こうブロックの脇が空いてくると思うので、そういうところを丁寧にブロックに当ててしまうんじゃなくって、みんなが丁寧に一本一本一点一点を積み重ねていけたらいいなと思ってます。初戦を本当にいい形で勝てるように、まずは初戦から頑張りたいと思います。オリンピック最多優勝を誇るバレー大国ロシア、これまで高さあるプレーで世界を圧倒してきた。しかしワールドグランプリではしばらく王座から遠ざかっている。去年はまさかの予選敗退。そんな中、救世主が現れた。どっからでも打ってきますね。スパイク決定率を下げないと我々にやっぱり勝ち目はない。近年急成長を遂げるエースコシェレは、予選では身長191センチの高さを武器に大暴れ。ブロックの遥か上から打ち込むスパイクは驚異の破壊力だ。スパイク決定率は予選ラウンドナンバーワン。コシェレワを中心に12年ぶりの王者返り咲きを狙う。さあ、新戦術の日本になります。大山さん、はい、ロシアのどういうところに注意していけばいいんでしょうか？ロシアのエースのコシェレワ選手、はい、真ん中からのバックアタックがすごく得意なんですよね。で、日本は本職のミドルブロッカーがいない分、真ん中からの攻撃に対して少し不安な面があるんです。はい、ただ世界一のディグ力がありますので、はい、そのディグとブロックの関係で対応していってほしいなと思います。真ん中から打たれるバックアタックは本当に嫌だと、その分止めていきたいと。そうですね、止めるのはちょっと厳しいかもしれないので、はい、ディグとブロックの関係でなんとかつないで拾っていきたいなと。なるほど、はい、思いますね。ロシアといえば本当に身長が高い選手揃ってるなという印象はあるんですが、そんな高い選手が多い中で日本はどうやって戦っていったらいいんでしょうか？やっぱりロシアのブロックすごく高いんですよね。でも新戦術が機能すればあまり怖くないんじゃないかなと思っています。やっぱ1対2とか1対3でぶつかってしまうとやっぱりシャットされてしまうと思うんですけども、新戦術によって3対3だったり4対3の形を作れれば、かなり有利な展開で試合を運べるんじゃないかなと思います。まさに新戦術がハマるかどうかという部分になってくるわけですね。さあ、そしてコシェレワ選手に話を聞かれたということで、はい、日本の印象とかどう話してました？やっぱり日本は粘って粘ってつないでくるチームで、なかなかボールが落ちない、だからこちらも粘り負けしないようにという警戒をしていました。ということは本当に粘ってコシェレワ選手の気持ちを追っていけば、大山さん十分チャンスが出てくると。いや、もう必ず勝てると思います。はい、ということで、ロシア高い相手ですけども、新戦術の効果にも期待していきたいと思います。はい、大山さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、昨日お台場新大陸の会場で決勝ラウンド出場国の監督と選手による開会式が行われました。昨日お台場新大陸2014の会場で行われたワールドグランプリ2014ファイナル東京大会開会式。決勝ラウンドに進出する6カ国の選手が一堂に集結しました。希望我们队能够在这次的比赛中得到锻炼，然后有一个好的表现。こんにちは。Estamos felizes de estar numa mais uma fase final aqui no Japão, onde gostamos sempre de jogar, gostamos de jogar com o público japonês. E boa sorte para toda a equipe, que a gente faça uma boa partida. Hello everybody. Thank you for being with us today in such a heat. 明日から5連戦始まりますが、本当にここ東京で試合をできることをすごく嬉しく思ってます。So there will be five matches we are competing, but we're really glad that it is taking place in here in Tokyo.
皆さんの声援を本当に力に変えて、頑張っていきたいと思います。ぜひたくさんの応援よろしくお願いします。 So your support will be a great energy for us, so please cheer for us. Thank you. またお台場新大陸内のスポルトドリームパークでは、決勝ラウンド進出国のキャプテンたちが子どもたちと風船で遊びながらバレーで交流しました。そこには全日本のキャプテン木村沙織選手も。昨日子どもたちとバレーで交流した決勝ラウンド出場国の選手たち。子どもたちのサプライズを受けたのは28歳の誕生日だった木村沙織選手。さらに木村選手には応援の寄せ書きが。みんなが書いてくれたの？ありがとうございます。すごいよ。決戦を前に子どもたちに活躍を誓いました。日本女子ものすごく勢いついてますけども、チーム力としてもチームの雰囲気もすごくいいので、決勝ラウンド、はい、しっかりいい状態で戦えるなと思ってます。新戦術に対してもその手応えっていうのは、どのポジションからでもみんなが丁寧にバレーをすることによって、こういい形が、日本らしい形ができたかなと思ってます。今日はありがとうございます。いや、ちょっと待ってください。はい、今日はあれですね、木村沙織選手のハッピーバースデーということで、はい、お誕生日ということなんですけども、まあ、やっぱり予選前にこういうことがあるとやっぱりちょっとテンションも上がるものですか？明日から新しい気持ちで、はい、いいスタートができたらいいなと思います。なるほど。じゃあ決勝ラウンドに対して最後に意気込みを。日本の一番の良さというか、チーム力というところが一番の良さだと思うので、こう誰が出ても本当にみんなで勝つことに対して、こう貪欲にしっかりチームワークを一つにして全員で頑張っていきたいと思います。頑張ってください。はい、応援します。ありがとうございました。はい、こちらには長岡選手に来ていただきました。 はい、お願いします。ハイブリッド6の、発表がありましたけど、新戦術に関して、どうやって、していこうかなと思っていますか？これから世界のトップレベルのチームに対して挑戦できるので、今までやってきたことを精一杯やりきりたいと思ってます。なるほど。今までこう予選を戦ってきてどんな手応えを感じてますか？チーム自体が少しずつ試合をやることによって、はい、チームの輪ができてきたというか、まとまりが出てきているので、それと新戦術がうまくその機能していけばいいなと思ってます。なるほど。ハイブリッド6っていう名前についてはどう思いますか？燃費が良くて燃費が良くて燃費が大事です。じゃあ最後に明日からの意気込みをお願いします。はい、9試合戦ってきたことをしっかり集大成として、チーム全員で世界一を目指して頑張りたいと思います。はい、長岡選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして江端選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですが、新戦術のネーミングについてどう思いますか？ハイブリッドという意味は混ぜ合わせるという意味らしくて、どの選手がどのポジションからでも
こうスパイクを打てるっていう意味っていうことだと思います。なるほど、なるほど。さっき長岡選手は燃費がいいっていうことで、はい、おっしゃってましたけれども、はい、まあ、そうですね、まあ、燃費もいいです。燃費もよく。やっぱ昨日まで予選を戦ってきた感じ、どんな印象でしたか？そうですね、なんかやっぱり最初はその新戦術もあんまりうまくいってなかったと思うんですけど、マカオランドから調子がどんどん上がってきたなって思います。なるほど、はい、まあ、最後になんですが、明日、試合が始まりますが、はい、意気込みをお願いします。やっぱりこう新しい戦術もそうですし、こう5連戦、こう私たちが今年日本でやる試合がこの5連戦だけなので、こうたくさんの方に見てもらいたいなと思います。うん、なるほど、はい、はい、さあスタジオの皆さん、ね、聞いてみましょうか、はい、井端選手に。そうですね、はい、はい、うん、だいぶ可愛いです、スタジオの。あ、はい、はい、お世話になってます。どうで新しい戦術慣れました？戦術が変わってこうやることが変わった選手も多いんですけど、はい、うん、私としてはあまりやることは変わってなくて、うん、こうとにかくお前は点を取れというふうに言われてるので、うんうん、あまり私は変わってないです。あ、でも明日はロシア戦で、はい、ロシアとかね、そういう強いチームでは、はい、江端選手は強いから、明日だいぶ期待していいよね。そうですね、お客さんがたくさん入ってくれると頑張ります。そうそう、お客さんいっぱいよろしくお願いします。何かあります？大山さん何かありますか？はい、江端選手、先ほどたくさんの方に試合を見てもらいたいとおっしゃってましたけど、はい、江端選手どんなプレーをたくさんの方に見てもらいたいですか？はい、やっぱり私はこう思い切りのいいスパイクっていうのが持ち味なので、こう多少ブロックに止められてもブロックを弾き飛ばすような思い切りのいいスパイクを見てほしいなと思います。はい、いや本当に、はい、聞きたいことまだまだあるんですけれども、はい、ちょっとお時間が来ているということで、江端選手ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。